芦原美優です。初めての方もいらっしゃると思うので、まずは自己紹介からさせてください。私は16歳、高校1年生の時に事故により両足を失い、車椅子生活を送っています。現在はモデルとしてファッション関連のお仕事のほか、企業広告やグラビアモデル、イベント MC、講演、バリアフリーアドバイザーなど幅広く活動しています。活動理念は、障害者と健常者の壁や固定概念をエンタメの力で壊すことです。車椅子ユーザーや福祉など触れる機会が少ない方々にも、 SNS やモデル活動を通して楽しいや面白い、可愛いなどたくさんの方々が興味ある分野を前面に出すことによって、もっと日常的により自然に知るきっかけを作ることを心がけています。具体的な活動目的は大きく分けて2つありますが、この動画では省略させていただきますので、ぜひクラウドファンディングのページに書いた強い思いを読んでくださると嬉しいです。また今回をきっかけに私の今までの活動を SNS などで見てもらえたらなと思います。そしてこの度モデル起用させていただいた世界4大ファッションショーの一つであるミラノファッションウィークに、初めての車椅子ユーザー日本人モデルとして活動の思いをぶつけていきたいと思っています。楽しみな反面、実は初めての海外で不安もとっても大きいです。でも今回の海外進出はいつも応援してくださる皆さんのおかげであり、この機会に恩返しをしたいという思いから、クラウドファンディングにも初めて挑戦し、コミュニケーションを取り仲良くなって、さらに思いや意識を広められるようなリターンをたくさん考えました。帰国後は初海外で得た経験や車椅子ユーザーならではの海外体験をたくさん発信していきたいなと思っています。みんなの思いを背負って海外の舞台に挑戦し、元気や勇気、そして発見や感動をお伝えしていきたいと思いますので、どうか皆さんお力を貸してください。応援よろしくお願いします。